新潟県立新潟工業高等学校は、新潟県新潟市西区昇進西に所在する、県立工業高等学校、通称新工、または工業。作詞、中村昇治、作曲小林3003北方に見開く、開港新潟越の船港の誉れを永遠に輝かし、理想は光る七つ星工学ここに望みありさんへ、 無我ら学園の自由の精神強く、あきららに雲と明るき雪の砂丘なるよしおなり松原、込めて、栽培しとよもし響く、機械音工学ここに誇りあり気づかむ我ら建設の自立の精神高く、あきららに技の甲のいよよ、春かけく若き命を、道一筋に潔し高なる血恵をこの腕工学ここに、栄えあり保たむ我ら県産の自学の精神常に、清らに、ラグビー部は、 全国高校ラグビー選手権大会に県内最多の出場数を誇る。レスリング部は過去に2名国体での優勝の実績がある。ウェイトリフティング部は平成29年まで毎年全国大会に出場していた。サッカー部は全国高校サッカー選手権大会に県内最多の15回出場している。公式野球部は昭和57年に 甲子園出場を果たしている。文化部においても全国大会レベルの部活動があり、放送演劇部、ロボット部は全国大会の常連である。2016年11月21日、1年生の男子生徒が JR 東日本、越後線の列車に接触して自殺した問題について、学校側が自殺した生徒に対して言っていたいじめ対応についての不備が指摘された。 2018年9月に第三者委員会により報告書がまとめられ、その内容をもとに2019年11月、生徒遺族は県に対し6000万円余りの損害賠償、遺写料を求める訴えを起こした。ありがとうございます。